小島優太は、栃木県宇都宮市出身のプロバスケットボール選手である。ポジションは、スモールフォワード。10歳の時にバスケットボールを始める。宇都宮市立引田中学校を卒業後、宇都宮学園高校に進学。高校2年生の2000年ウィンターカップで1年先輩の荒井直光と共に、初の全国大会出場を果たすも、2回戦で、 中川兄弟をする豊浦高校に77、VS78 の1点差で赤敗。この試合、小島はチーム最多の24点と活躍する。2002年に拓殖大学進学後、3年生の時にインカレ3位に貢献する。2006年、日立サンロッカーズに入団。2008年、BJ リーグに新規参入する、シガレークスターズより、 ドラフト全体11位指名を受け入団。2010年、エクスパンションドラフトで新規参入チームの宮崎、シャイニングサンズに指名され遺跡。副キャプテンに就任し、2010から11シーズンは、総出場時間が初めて1000分を超えた。2011から12シーズンは、シーズン途中で負傷し、毎シーズンより出場時間が減少した。2012から13シーズンは、 自身一人を残して、他の選手が全員退団。キャプテンを務め、レギュラーシーズン全52試合に出場。全シーズン終了後に宮崎チームは消滅し、新規参入チームの青森ワッツに移籍、BJ リーグ最終シーズンの2016年まで在籍した。2016年、パスラボ山形ワイバンズへ移籍、2018年まで在籍。2018年、 アースフレンズ東京 Z へ移籍。ありがとうございます。